まずライオンの食べ物に関する質問ですね。動物園では丸ごと内臓持ちもそのまんまの鶏と馬の肉をあげています。野生下のライオンは、鳥は実はあんまり食べないんですね。有蹄類、鹿とか牛の仲間ですね、そういったものを捕食して食べることが多いです。次にライオンの爪に関する質問ですね。ライオンの爪は一般的な猫と作りはほぼほぼ同じです。猫の手を大きくしたような感じですね。で、猫をご自宅で飼われている方なんかわかると思うんですが、猫は爪研ぎをよくすると思います。ライオンの爪研ぎはですね、若い子たちはよくするんですけれども、当園のリッキーはおじいちゃんなので若い頃まで頻繁にはしないですね。ただ爪研ぎ用に大きな丸太を室内に用意してあるので、そちらでリッキーが自分で爪研ぎをしたくなったら自分で爪を研いでいるという形です。猛獣で危ないですので、人間がライオンの爪を切るということは当園ではあまりしていません。何か病気があったり体調が悪くて検査をしたいなという時に、全身麻酔をかけて無力化した状態で伸びた爪を切るということはあります。だからあくまでついでですね。次にライオンのたてがみに関する質問です。ライオンのたてがみ目立つのでたくさん質問がありました。ライオンのたてがみはですね、何のためにたてがみがあるのか、これが正解ですよというのはですね、まだ研究段階なので、正しいかどうかはまだわからないんですけれども、一般的にはですね、ライバルのオスを威嚇したり、自分はとてもいいオスですよ、かっこいい、いい男ですよというふうにメスにアピールするためにあるというふうに言われています。メスはですね、実際にたてがみがですね、より黒くて長いオスの自分の好奇の相手に選ぶ傾向があるというふうに言われています。平たく言うと、ライオンはたてがみが長くて黒いオスの方がモテるということですね。